砂卵砂卵とは、鶏卵を利用した鳥取県鳥取市のご当地グルメ。誕生したのは2001年10月21日と日は、朝が鳥取県発明工夫店で、鳥取県知事賞を全国観光、お土産品審査会で、日本観光協会会長賞をそれぞれ受賞しており、県内のみならず、全国的にもその名が知られつつある。鳥取県岩郡福部村の村民が、 当時ー益に存在していた鳥取砂丘の名物について意見を出し合う中で温泉卵をヒントに考案。その後余曲折を経て水分を含んだ砂丘の砂に地元産の飲酒足で包んだ自撮りの卵を埋め240度の高温で25分間をかけて蒸し焼きにする製法を編み出すこととなる。この製法は全国初とあり特許出願並びに 商標登録を完了。蒸し焼きにしているためか、白身にほのかな焦げ目がついており、黄身も芋や栗のようなホクホクとした食感が楽しめる。栄養価に関しては、普通のゆで卵と比して水分が少ない一方で、タンパク質、ナトリウム、脂質、鉄分、炭水化物、カルシウムを多く含むという。ABCDE 肉類、畜産化工品産陰とっ春 秋冬特産春の市、公式サイトハット AB 鳥取砂丘のお土産に、砂玉鳥取、砂丘王国公式サイトハット AB、砂玉ってなんだ鳥取県公式サイト鳥取、東京インフォメーション第305号鳥取県、東京本部公式サイト。ありがとうございます。